はい皆さんこんにちは松本武文です、えー、今日はですね介護する人アーティスト説というのをお話ししようと思いますこの前ですね映画を見たんですねバンクシー・ダズ・ニューヨークっていう映画を見たんですけども皆さんご存知ですかねバンクシーっていうですね謎の アーティストがいてですねニューヨークのいろんな場所でですねあの自分の作品を残していくんですね、えー、そういうあの非常にミステリアスなあーアーティストがいるんですけれども、えー、非常に面白い映画だったんで皆さんもぜひご覧いただいたらなと思うおすすめの映画なんですねまあ、バンクシーというアーティストにですね私非常にねあのー、ヒントをもらったんですけどもこの アーティストはですねキャンバス状に描いた作品だけが作品とは思ってないようなんですね、まあ、これ壁に描かれた作品なんですけれども壁に描かれた作品をですねインスタに上げるんですねでそのインスタグラムを見てですねいろんなニューヨーカーがですねどこだどこだって探し始めるんですねでどこだどこだって探して「あったあった」ってですね、えー、見つける。 こんなところに落書きしやがってってですね、ペンキで消すような人が現れたりするんですね。あるいは、消すなーって言ってですね、その作品を保護したりですね、持って帰って売ろうとしたりするような人がいるんですね。で、多分ですね、バンクシーというアーティストは、まあ、自分の残した作品に対して、街中で起こる騒動まで作品と思ってる節があるんですね。はい、それがすごいなと。 芸術というのをですね狭い枠で捉えてなくて面白いなと思いましたですねシュレッダー事件というのがありましたね、えー、バンクシーの作品が140万ドルかなんかで落札された後にですねシュレッダーでガーッと切り刻まれたっていう事件があったんですねオークション会場がですね大騒ぎになるまあここまでが作品だったようなんですねはい。 えー、面白いなと思いましたまあ、介護の仕事をしながらですね我々もですね芸術というのをやっぱり意識している時があるなと思ったんですね私の恩師であります野尻慎一先生がですね私が新人の頃に教えていただいたことなんですけれどもねある方が、えー、絵を描いてくださったとその絵がですね脳梗塞の左半身麻痺による 反則空間模試がある絵なんですね花を描いていただいたんですけども半分に花びらがないとはいで、えー、我々こういうの検査で行っているんですね反則空間模試があるね結構重度な反則空間模試があるよとかね、えー、多分食べ物が えー、食事なんかでも左半分が残るよとかねあるいは壁なんかの左側にぶつかるから気をつけてねとかね、えー、そういう,うに症状として我々は捉えるんですけれどもせっかくくこのような作品を描いてくくれたんです野尻先生は言いましたねこれはこの方しか描けない世界で一枚だけの絵だぞとですので、えー、色をつけてタイトルをつけて額に飾ったらですねこれは世界で一枚だけの絵作品になるって言ったんですね。 はあ、なるほどと我々がですね理学療法士まあ医療関係者がですね検査用紙と思っているものがですすねね実はアートなんで,す、ね、で介護の現場ではその方を治そう治そうとするわけではなくてもうそれは個性であるということになるかと思うんですですので介護する人はアーティストだと思います まあ、利用者さんもこうやってアートを残してくれてますしこれをちゃんと見つける介護職もアーティストだと私は思います。ははい、えー、今日はですすね介護する人アーティストという説を紹介しました。まあ、出来事に関わる人 人生という作品という言葉を挙げましたけども、いろんな介護現場でね、いろんな出来,出来事が起こると思うんですね。で、その出来事は我々も関わって、その人の人生という作品を作っていると言えるんじゃないかなと思うんですね。介護する人はアーティストです。今日も良い想像をしていきましょう。はい、今日は以上です。ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。